お姑さんとの同居が苦痛というお悩みです。29歳女性、専業主婦の方からいただきました、お姑さんとの同居に疲れた。で、同居しながらお姑さんと仲良くしていくコツはありますかということです。でご本人の希望としては、できることならお姑さんと何でも言い合えるような関係になって、で、仲良くしたいっていう。で現状ですね、今の、そのもっと具体的な詳細の症状は、現在ですね、この方1歳のお子さんと3歳のお子さんと、それ2人の子どもと、旦那さん、それからお姑さんの5人暮らしということですね。で、このお姑さんの何が気に入らないかといったら、いろいろと家事に関して細かく指導、口出しをしてくるということなんだと思うんですね。指導されたり、から部屋の電気がつけっぱなしとか言われたり、神経質で非常に細かい人なので、どっちかというと、この方自身は末っ子でちょっと大雑把なところがあるので、そのあまりにも細かいお姑さんといるとね、気持ちが休まらないっていう、そういう状況だと。で、ただ今3歳と1歳のお子さんがいて、この1歳の子が幼稚園に入るまでは職場復帰も考えてないで、この義理のお母さんね、お姑さんがずっと旦那さんを女手一つで育ててきた人なので、尊敬はしてると。やっぱりね、よく育ててくださいましたっていうのは気持ちはあるんだけど、でもやっぱり現実生活の中でうまくいかないっていう状態ですね。で、であればお姑さんとも暮らすのをやめて、で自分たちだけでね、別居するっていうのも一つのアイデアなんだけど、実際じゃあ年を置いたお母さんを一人でにさせてね、で自分たちだけ別居するっていう、それもちょっと気が引けるということで、できることならなんとか姑さんとうまくいって、で、明るくね、いい関係が作れたらいいなということなんですね。さて、そのためにはどうしたらいいでしょうかということなんですけど、まず問題なんですけど、この方の場合、問題が明確になっているので、質問が明確になっているので、非常にいいなと思います。いろんなことがあって、どういう質問を自分がしたいのか、何に困っているのかが分からないっていうぐらいぐちゃぐちゃな質問が上がってくることが多いんですけど、この方の場合ね、別居も考えてる、でもお母さん一人にできない、それからその職場復帰をしてお母さんからちょっと離れる時間を日中作る、でも1歳の子が幼稚園入るまでは自分も職場復帰は考えてないっていう、そのこういう方法はどう、こういう方法はどうっていうふうにして、そのうるさいお母さんと離れるっていうことに関しての具体的な選択肢をいろいろ検討したけど、それを考えて、こっちよりこっちの方がいいね、こっちの方がいいねってことをはっきりした上で、お母さんとどうやってうまくやっていって同居はできるかっていうことを、もう方向はそっち向いてるので、でそれに対してどうしたらいいでしょうかっていうことははっきりしてますし、自分の疑問もはっきりしているので、そこはね、すごく答えやすいですよね。で、ちょっとね、お姑さんとうまくやれっていうことは簡単に言えるんですけど、お姑さんと、あなたがね、うまく立ち回ってお姑さんとうまくやりなさいって、多分そんなことができたら苦労しないのよっていう話じゃないですか。なので結論としてはそうなんですよね。それをうまく立ち回って立ち回ってというか、うまくやってお姑さんとうまくこういい関係になれたらいいなって思ってって、そこは理想なんですけど、そうなれないから困ってる。でちょっとお姑さんのことを置いといて、じゃあ実家のお母さんと実の親とはうまくいくのかっていうことを考えてほしいんです。今結婚してお嫁に行ってるので、
お姑さんところどの関係となりますけど、もし仮にこの方が自宅にずっといて結婚して麻生さん状態でね、旦那さんが来て奥さんの実家で過ごすってことになったら、まあお母さんと仲いい人もいるかもしれませんけど、自分の親とは喧嘩もせずに小言も言われずに仲良くいくのかって言った時に、まあそういう家庭ありますけど、見てると結構それはそれで苦しんでる、親であるがゆえに苦しんでるということって結構あるんですね。ということはお姑さんであれ母親であれ、年齢や価値観の違う先輩女性と一緒に一つ屋根の下で子育てをしながら生活をしていくっていうのはそれなりに大変だという結論になるんです。であるならやっぱりこの方の思ってらっしゃるようにお姑さんとの関係っていうものをなんとかできるようになっていけたらいいなということなので、そっちの方向でちょっと考えてみたいということですね。でまずね、打算的なところからメリットを考えましょう。お姑さんと別居しないでいることのメリット、ね、この方はもうお姑さんとうまくやりたいと思ってるんですけど、そこをさらに強固なものにしていくためにちょっとメリットを考えてみましょう。お姑さんと一緒に住むことのメリット、その1、下の子が幼稚園に入るまでは職場復帰するつもりはないっていうことをおっしゃってたんですが、ということは下の子が幼稚園に入ったら職場復帰したいし、その可能性があるってことです。この時にお姑さんと一緒に住んでた方が良くないです、いろいろと。職場復帰して子供をやっぱり預けて、で子供が熱を出しました、って幼稚園で熱出しました、お母さん迎えに来てくださいって言った時に職場離れられない、でもおばあちゃんが迎えに行くってことできたらいいですよね。であと、まあ、お母さん一人で暮らしていて、まあ、年齢がどれくらいか分かりませんけど、やっぱりねそれはそれで急に一人で過ごしてて、仮にですよ、大怪我をされたり病気になっちゃったり、ちょっとこうやっぱりね環境がパッと変わって急に一人になると、今地方にかかられる方とかね、そんな方も認知症にかかられる方ってもすごい急増しているので、もしそんなことが起きた場合、一人暮らしをさせてしまったがためにまたケアをしなきゃいけないっていうことも出てくるわけです。子供ちっちゃい上にお母さんの面倒を見なきゃいけないってことも出てきますよね。なのでそう考えると、まあちょっとうるさいお母さんでストレスがたまるけれども、なんとかお姑さんとうまくやるっていうのは一つの賢い選択肢だと思うんです。ということで理想はお母さんと、ね、義理のお母さんとうまくやっていくっていうことが理想であれば、じゃあそれに対してどうしようということの作戦が立てられるので、そこはねちょっと打算的に考える思うかもしれませんけど、現実問題としてしっかり見据えていきましょうと。でね、ちょっと古い話というか今の時代にというような話を一個します。これ私が修行時代にある、あれは 何者って言ったらいいのかな、ちょっと具体的に言っちゃうと、かまぼことか、ちくわとか、多分ああいうそのすり身の魚の会社を経営してらっしゃる、まあ、すごい昔から代々続いている老舗のね、老舗の お店の旦那さんが亡くなったんですよ。それで、お葬式に行ったんですよね。でお葬式に行って、でまあものすごい規模のお葬式ですよね。でダーッと奥さんがやっぱり葬儀のいろんなことを取り仕切って、お坊さんに対しても食事出したりしてね、で一応その全部、法要が終わって、それで私たちも総代さんというかお寺の檀家さん、お寺の檀家さんじゃなくて、お店の従業員ですよね、従業員の人とか含めてお世話になった人たちとか、お葬式の後の、なんていうんですか、
食事があるじゃないですか。あの食事の席に一緒に着いたんです。でそしたらあのその奥さんがですね、あのバーッとそのバッタバタのお葬式とかいろんなことがあって、でお骨があの、ね、火葬場から上がって、でその後あのお食事をみんなでするっていう、その席で全部の、まあ、お食事の準備ができてですね、それで、まあ、あのお酒が継がれたりとか飲み物継がれたりして、まあ、食べる前にこれから皆さん召し上がってくださいということで、本日はお世話になりましたということのご挨拶を奥さんがなさったんですよ。でそしたらもうものすごいたくさんの人がだーっと広いね、お広間のところにいる中で、奥さんがだーっと出てきて、そしてパッと頭を下げて三つ指をついてね、そしてあのいきなりこんな話を始めたんですよね。で、あの私がここの家に嫁いで、ね、嫁いでから40年、あの今日夫のね葬儀を無事こうして終えることができましたと。で、お役目をね一つ果たすことができましたと。自分の夫を看取ると、ね、そして葬儀を終えるということのお役目を終えることができましたと。で実はここまで私が何とか踏ん張れたのは私の母のおかげですという話を突然されたんですよ。でどうやら当時昔の話なので、その昔からの老舗のかまぼこ問屋の問屋というんですかね、かまぼことかのねその製造の会社の若旦那と、まあ昔ですからちょっとねもっと言うと、まあ、身分の違う貧しいねお家の、 あの娘さんだったそうなんですけど、まあ、ちょっとあの恋愛で結婚したと。でお母さんは実家のお母さんをね、あのそのやっぱ反対をしたんだ、これは大変だと、住む世界が違うぞと、ね、でこれは大変だと。でやっぱりそんなあの大きな老舗の嫁に行くってなったら、そうしたらそれなりに大変なこともあるだろうし、やっぱりそんだけの教養があるかどうかとか、そんだけのところやっていけるかどうか、お母さんと心配するわけですよね。でもそれでも嫁に行くのかと、行きたいのか、それは嫁に行くと、向こうもそうやってね迎えてくれると言ってるからって。で今みたいな甘い時代じゃないので、もっと厳しいいろんなことが渦巻いてるってことをお母さんは分かるわけです。そしたらお嫁に行くその日にね、お母さんが、庭のところでね、お母さんありがとうございます、お世話になりましたと出ていくときに、あの庭の咲いてるね、あの庭に植わってる木の枝を一本折って、それでその枝をその人に渡してね、お前嫁という字を書けと、ね、で、はいって言って嫁という字を書いたんです。そしたらね、嫁という字は女に家と書くだろう、お前がそこへ嫁に行ったらもうそこの家の人間になる、ね、二度とうちの敷居をまたぐなってお母さんが言ったそうなんです、ね、でその母の言葉がなかったら私は今日こうして旦那を主人を葬儀にねして看取って葬儀を行うというところまでおそらく耐えられなかっただろうっていう話をされたんです。で、まあ、ものすごい迫力の、さすがね、あの老舗のお上なので、もう本当にね、あのお坊さんたちむしろあのお話しすること何もないっていうぐらい、ものすごい迫力のある説得力のお話だったんですけど、まあ、その後いろんな話をして、とりあえずのことでありがとうございましたっていうことだったんです。でもその話が強烈に私の中に残ってて、あの今はね、あの何々ちゃん何かあったらすぐ帰ってきなさいねって言って少々毎日メールしてますよね。でもね、その昔の、うん、女性のお嫁に行くという覚悟っていうのはすごかったなと思うし、お母さんがそうやって厳しく言ってくれたから今自分がこうして奥さんとしての務めをきちんと果たせたって、なんかねそんな話すると今の時代って言って古臭い話のように思えるかもしれませんけど、そういう覚悟を持って女性っていう女性がは少ないですよね。でやっぱりね、辛いことがある時に強制してもらったり選択肢がないっていうことは一つの大きな救いだったりすることがあります。要するにそれしかもう方法がないっていうところへ自分を追い込んでいくというのは、
もしくは追い込まれるからできたっていうことは人生の中で多分いっぱいあると思うんです。で、この方はやっぱりね、自分がお姑さんとね、それは主人を一人女で一つで育ててたっていう、そのことに対して尊敬をしているというところも含めて、なんとかできることであればお母さんとここでね、うまくやれるもんならやりたいということを決めて考えてらっしゃるので、なのであえて今の話をしたんです。自分で、その話がピンとくるかどうか分かりませんけど、今の話っていうのを覚えておかれて損はないと思います、ね、女性というのはそういう覚悟を持ってそこへ入ったんです。奥さん、あの旦那さんのね、ご主人のお母さん、たった一人でシングルマザーになってもご主人を立派に育て上げたと、ね、やっぱりそれなりの覚悟と、私の目の黒いうちに奥さん嫁を仕込まなきゃっていう、多分そういう責任感もすごい強い人なんだと思う。だからうるさいんですよ。で、分かりますよね。今あのお母さんに教えてもらえなくても YouTube で料理の作り方なんか聞いたら全部載ってますわっていうのは、多分嫁の理屈です。嫁の理屈です。でもね、そのノウハウ的なこととか知識的なことではない、たった一人で子供を育て上げるっていうこと、じゃああなたできますかって、できないと思うんです。そういうご苦労の中で自分の愛する人っていうのを育ててきて、今そこにお母さんがいるっていうことをひっくるめて、もしあなたがお母さんと仲良くなりたいと思うのであれば、お母さんを変えるということではなくて、あなた自身が女として人間として成長するしかないわけですよね。それは多分本人も痛いほどよく分かっていると思います。で、その時にどういうふうにして成長するって難しいですよ。一気に一晩寝て次の日に孵化するわけじゃないですよ、卵が。そんな簡単には成長できない。で、何かといったら、これは自分の持っている考え方を広げるっていうことしかないんです。で、今はこの考え方がどんどん狭まる社会です、ね、親と、まあ、あの子供っていうのはやっぱりね、核家族っていうのがどんどん減ってるので、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでないとか、いろいろといろんなことはあって、とにかく好きな人とだけつながればいいし、いろんなつながりっていうのは昔の村みたいな状態じゃないですよね。もう本当にバラバラになってる社会なので、そういう選択肢があるがゆえにですね、人間っていうものの存在をすごい狭い捉え方で捉えてしまうところが多くの人たちの苦しみなんですね。で、これね、旦那さんのこと好きだと思うんです、この人。やっぱりそれは旦那さんのこと大事だと思うんです。で、旦那さんのこと好きって言ったら、旦那さんを育てたお母さんを、お父さんいればお父さんひっくるめて受け止めるっていう必要があるし、受け止めることができる人っていうのがすごい大事なんですよ。その辺の境界線っていうのもね、本当に曖昧になってる。だって考えてみるんですが、今子供が1人とか2人じゃないですか。昔ってね、もう私もそうです、父親の兄弟6人います、母親の兄弟6人います。で、今より経済状態は昔は良くないですよね。情報も少ないです。そういう中で子供がいて、もう田舎行けば田舎行くほどそうですよ、子供がいてとか、なんか愛人がいてとか、なんかね、で、めかけさんの子供も育ててるとか、なんかよくわからない関係でいっぱいあったりするんですよ。だからお葬式に行って、あなたはどちら様ですかって言うと、いや、な、話せばちょっと複雑なんだけど、なんとか誰々 の、 あの妹のそのなんとかの、なんでそんな人がいるんだろうっていうぐらいの関係の人が一緒にいてお葬式に出たりしたりする。すごい人間関係がね、こうなんかこうこうでなきゃいけないっていうのもないですよ。もうなんか本当曖昧な混沌とした世界、全部ひっくるめて社会になってるんですね。全部ひっくるめて自分たちのコミュニティなんです。で、ぜひね、お母さんと一緒に、義理のお母さんと一緒に生活して明るく過ごしたいと思うのであれば、まずね、あなた自身が成長するっていうより、旦那と結婚したお母さん付きのご主人と結婚したということは、そのお母さんひっくるめての結婚だったということを諦めるってことですよね。で、その上でやはりこの方は大雑把な性格なのに、お母さん、自分は大雑把な性格、その正反対の細々としたことを注意してくるというお母さんの、に耐えられないわけですから、ね、ですからこの正反対の性格を利用するしかないということです。で、一番いいのはです、お母さんに心ほどと言わせたくない、言われたくないっていう思考から、
お母さんに小言を言われた時にどうしようっていうことを準備しておくっていう思考に変えてほしいんですね。で、よくまあお店のトレーニングなんかであるんですけど、お店をきれいにしてお客さんに、ね、すごいきれいなお店ですよって印象づける。そうするとみんな目くじらを立ててゴミが落ちてないかってやるわけですよ。で、そういう考え方に立ってお店を守ろうとすると、でゴミがちょっとでも落ちたら上司は目くじら立てるんですよ。キーキーキー、なんかこんなところにゴミ落ちてるじゃないか、ちゃんと掃除してないじゃないかお前って話になるんです。でもゴミが落ちてるっていうことはお客さんにとって気持ちが悪いですよね。でもね、もしゴミが落ちてるっていうことをお客さんに悟られないようにでも、ゴミ落ちてるみたいなことをもしね、上司がこの現場でやったらお客さんもっと気持ち悪いんです。で、そこをひっくるめて、ゴミも落ちるよねっていうことをひっくるめてお店っていうものを考える。それはそうですよ、人が出入りすればお客さんが落としたかもしれないし、飲食店なんかでね、汚かったら印象悪いじゃないですか。でも飲食店って酒飲むし酔った人も出てくるし、まあ、トイレ行ったらゲロもあるし、それからなんかゴミも落ちてたり、客がなんかちょっと酔っ払ってなんかガラス割ったり、なんかいろいろ従業員が急いでやっててね、グラス割れたり、いろんなことあるわけです。なのでそういうことが起きた時にどうしようっていう前提のもとにお店を運営するんですよね。多分居酒屋さん行ってこういうの聞いたことあります。例えば居酒屋さんとか料理店行ってわーってみんなやってる間にもうけたたましい音でガチャーンってお皿を割る音が聞こえたって、でその瞬間にね、失礼しましたって厨房から聞こえてくるんですよ。これはお皿を割らないようにするんじゃなくて、お皿が割れるっていうことを前提にして、それに対してじゃあどうしようっていう先手を打ってるんです。でどうしてもね、お母さんにここと言われたら、それはもうお母さんにここと言わせたくないですよ。いいよね、自分が嫌な思いをするというよりもお母さんに小言を言わせたくないんです。分かります？それが嫌なんです。自分が文句を言われるというより、自分がちゃんとしたお嫁さんとして旦那さんの前でもいい格好できないわけですよ。旦那さんからしてみたらお姑さんと嫁がうまくいっているというのは理想ですから、ね、それはうまく言えないんですよ。でそこをせっかく結婚してお母さんと一緒に住むということを受け入れて一緒に実際住んでるわけですから、できるだけいい嫁でいたいんですよ。お母さんに可愛がられる嫁でいたいんです。でも申し訳ないけれども、そこが耐えられなくなってきてしまっている。それはどうしてかって言ったら、お母さんに小言を言われたくない、言わせたくないと思って視点がそこにあるからです。さっきのお店の話、ゴミを捨ててたらダメだダメだダメだと思ってるんです。そうじゃなくて、お母さんに小言を言われるということはもう当たり前の前提として、言われた時にどうするかっていうことを想定して練習するってことです。また電気つけっぱなしでさよこさんって言われたら、サザエさんだったらどうするかって、あらごめんなさいお母さんって消しますよね、サザエさん。そうじゃないです。サザエさん見たことあると思うんですよね。サザエさんだったらどうするかっていつも僕考えるんです。サザエさんだったらどうするか、あそこはサザエさんで持ってるファミリーですからね、もう嫌になっちゃうわとか言いながらね、マスオさんも肩身の狭い思い流しながらですけど、ああいうスタンスです。電気消してないってことを注意したと、あごめんなさいお母さんって言って、私ダメですねって先に自分の悪口言うんですよ。私もうこの間注意されたばっかりです、本当にもうこのバカとか言いながら、ね、それを自分からやっちゃうことができるかどうかっていうことです。お母さんになんかここと注意されて、それとか料理のなんか味付けとか言ったらね、いや私は YouTube でこういうの研究して私のも実は知ってんだと思っても、それを出しちゃダメですよね。ああお母さんやっぱりすごいですねって、でそこが立ち回れなかったら職場復帰してうまくいかないし、逆にそこ立ち回れるようになったら、多分職場復帰って相当重宝がられますよ。ね、上司に対しての振る舞い方とか、お客さんうるさいお客さんに対しての対応とか、超ベテランになるわけですよ。こんなに自分を鍛えてくれる存在っていうのは近くにない。もっといいこと言いますよ、もっといいこと言いますよ。もしお母さんに対してそのうるさい小言を言ってくるムカつくお母さんに対して、あなた自身がどういうふうにして対応していくかっていうことをきちんと確立できたら、それがシステム化できたら、一番メリットを被るのは子どもなんです。子どもは言葉にならない母親の感情っていうものを察知してます。お母さんはおばあちゃんが嫌いなんだっていうことはよく分かってます。おばあちゃんを嫌うようになります、知らないうちに。でおばあちゃんはどんどん飴を与えます。孫には嫌われたくないから、嫁はムカついても。
さらに腹立つわけですよ。これが世の中の家庭で起きている悪循環。わかります？おばあちゃんは孫の機嫌を一生懸命取る。親はその機嫌を取りで飴を与えたらお菓子を与えてほしくない。おばあちゃんは孫には嫌われたくない。でも嫁は嫌い。で、嫁はおばあちゃんのこと嫌いなので、潜在的に子供にばあちゃんは嫌いな人、お母さんの嫌いな人っていうのを刷り込まれていきます。どんどん関係悪くなりますよね。で、無理して笑う、無理して付き合ってるっていう状態になります。これを本当にいい関係に変えたいのであれば、さっき言ったように自分がお母さんのこと好きになれなくてもいいです。でも対お母さん戦略を立ててきっちり実行することです。ああお母さんそうなの、ああそのお母さん、もうセリフとして決めてずっと練習しないといけないってことです。買い物に出たら、ああお母さんこうなのって、あごめんなさい私が電気消やすい忘れた、本当にもうバカです、本当すいません、もう本当どうしようもないですよねっていうということを練習する。それでそれがお子さんにとって最大のメリットっていうのはどういうことかって、叱られた時にどういうふうに叱られた時に感情を処理したり叱られたことを受け止めるのかっていう世にも稀なサンプルをお母さんから学ぶことができるんです。お母さんがお姑さんから注意をされている時に、あ、はいごめんなさいって言って、私が悪かったですごめんなさいお母さんって言ってパッパって動いてるお母さんの姿を見て育った子供は、お父さんお母さんに注意された時に、あ、お母さんごめんと、僕忘れてた、散らかしっぱなしだったごめんやるようになります。うるせえババアって言わなくなるんです。わかりますか？注意された時に腹立ってもどういうふうに振る舞うかっていう貴重な教えをお母さんが姿勢を持って見せてるからなんです。でね、みんな自分のお姑さんとか自分の親とかに何か言われた時に、まあ、私もそう言っててやっちゃいますけど、本当にムカつくな、こんちくしょうって思いますよ。思ってそれをもう言いたい放題言ったり、裏で陰口を言ったり、散々そういうサンプルを子供に見せておいて、子供が言うこと聞かなくなったら、こんな言い方したんですうちの子がって、それはそうですよ、それ見て育ってますもん。お母さん散々お姑さんの悪口言って、お姑さんムカつくって言って、お姑さんってプンってやって、それでそういう姿を見せて育ってます、育ててますから、子供も見事にそうなりますよね。なので全部お姑さんと一緒に住むのであれば、お母さんが行っていること、お母さんが言っていること、お姑さんに対して接している態度というのは子どもたちに全部伝わっているということ、そこを意識したときに、さて子どものためだったら頑張れると思うんです。姑のためはちょっと難しくても、子どもたちが世の中に出て叱られたとき、よくお母さんを見ておきなさいと、お母さんをね叱られたときに、お母さんこういうふうに振る舞ってるでしょって、あなたたちもね、どこかで何か言われたり注意されたら、あごめんなさいって言える人間に育ちなさいって、そういうつもりでお姑さんから叱られることを待ってるぐらいのつもりで、ほら来た電気とか言ったら、ほら来たって言って、ごめんなさいお母さんってパパって走ってて、本当にどうしようもないですねって、この間やったばっかりなのね、本当すいませんって言って、で消せばいい、ね、もうそれが前提で振る舞ってるっていうことは、はるかに先読みできているので、きっとね、そんな対応されたら多分お母さんとしては、一通り荒らされして、それ以上やりようがないわね、このサザエさんにはやりようがないわねってなるんですよ。もうとにかくね、きっと賢い方なので知恵を働かせてみてください。もう何の損にもなりませんよね。職場復帰した時に対上司、嫌な上司、もう対策練習済みですっていう感じじゃないですか。あと3年後ですよ、お子さん3歳になって幼稚園入ったら、あと3年後、この3年間きっちり修行させていただきます、お母さんよろしくお願いしますって世界です。もう全然スタンス変わるわけです。この姑っていうのと全く変わります、ね、女として人間として母親としてお母様に成長させていただける、どうぞよろしくお願いします、挑戦状プラスお願い状っていうのをもう書くぐらいのつもりです。それぐらいのつもりで母を立ち回ることができたら、もう多分ね、子供すごい子になりますよ ね多分すごい生きるの楽になると。ですからぜひね、そんなことで処方箋、嫁という字を思い出してください。嫁として生きるという覚悟をお決めになったのであれば、嫁というものがどういう役割を果たして、どういう立ち回りをしたらいいかということをきっちり練習するんです。まだ嫁になりきれてない、うるさいこと言われたくない、お母さんを、義理のお母さんを1ミリでも尊敬しているのであれば、
そのお母さんの強さ、たくましさ、分かりませんよ、旦那さん交通事故でポンと亡くなったら自分だってシングルマザーなんですから、そう思った時の心の持ちよう、お母さんどうだったのって、一人でやっぱ大変だったですよね、そういう話をしながらお母さんの知恵をどんどん生きてらっしゃるうちに、元気なうちにお聞きして、自分の糧にしなかったらもったいないですよね。だって自分の最愛の人を育てた人なんですよ。その人のプラスの面もね、そう受け取りたいと思ったらマイナスの面もひっくるめて受け取るっていうのが嫁っていう役割であり、嫁という立場です。旦那は嫁に行ってないので旦那には勉強できないことなんですよ。男は羨ましいです、僕は羨ましいです、嫁に行けないですよ僕、ね、なのでうちの家内にはかなわないなって思います。やっぱり嫁に来て、ね、お姑と父親、ね、自分の父親じゃない父親と付き合っているわけですから、僕の倍勉強してます、人間関係は。すごいですよね、かなわないですね。ぜひそういう視点で、嫁の話、そしてお母さんに叱られた、ここと言われた時にどう振る舞うかということを意図して練習をして、それを上手にこなせるようになる、何も立派な人間になるということじゃなくて、そうしていただけるうちに必ずね、嫁になると思います。でお子さんもその姿を見て、ご主人も頭上がらなくなると思います。このファミリーのキーは、鍵は、幸せなファミリーを作っていくための鍵は実は奥さんが握っていると思うので、ぜひそこをね、踏ん張って、おつらいでしょうけど頑張って、いただければと思います。きっと素晴らしい家庭になると思います。